あの正直にこうレビューしていきますからね。思ったより伸びがない。今6速で、思ったよりその爆発感はないですね。排熱あるなこれ。やってまいりました。どうも皆さん、お久しぶりです。ベゾーです。今日はですね、 ZX4RR を紹介したいと思います。しかもあれよ、ファミリーマートモデルよ。さて皆さん、やってきたわけですけども、今回ね、 ZX4RR をインプレしていきたいと思っています。いやね、皆様ね、いやベゾーと 4RR インプレしろという言葉がですね、ものすごつコメント欄が荒れておりまして、そんなことありません。そのためですね、今回借りることができましたよ。いやー、いいぞこれは。並列4気筒、398cc か、これはねかなりいいですよ。まあ今日はですね、まあ、かなりいいと言っても、まあ、皆さんに伝わるようにしていかないといけないなと思いまして、今日はですね、いつもベンゾーは忍者400を乗っているということで、忍者400と ZX4RR 何が違うのかというところを照らし合わせていこうと思っております。さらにですね、気になるのがこの車体のフォルム、そして音ということをベンゾーは知っております。こういったねインプレ動画を見ると、やはり知りたいのがこういうフォルムと音なんですよ。マフラー音ね、そういったものも後編にお伝えしていこうかなと思います。なのでまずはですね、 ZX4RR の乗り味について説明していこうかなと、まあ、感じたままをですね行こうかなと思うわけです。その後ですね、フォルム、そして音、スペックですね、その辺を皆様に解説して、そしてまとめとして、じゃあ実際どうなのか、この 4RR はいいバイクなのかっていうところを皆様にお伝えして、今回の動画を終了させていただこうと思っております。いつもショート動画ばかりですけど、そちらのショートでは終わらないこの長編のベンゾーの良さ、そちらも感じていただければなと思うわけです。皆様、短い間ですがどうぞこの動画お付き合いください。よろしくお願いいたします。まずはですね、今回借りさせていただきました川崎プラザさんでですね、 ZX4RR 40周年アニバーサリーカラーファミリーマートモデルをですね、お借りすることができました。まあ、ファミリーマートモデル、結果的にファミリーマートになったっていうだけなんですけど、しかも RR ですよ。このタイプはですね、ZX4RSE というものと、ZX4RR というね、R が2つつくものと SE がつくもの、この2種類あるんですけど、こちらはですね、RR といって、サスペンションが少しいいものがついていますと。それと比べて SE はですね、その代わりにですね、オプションが充実しているといった内容になっております。まあ、まず乗った感じいきましょうか。またがった感じは、シート高 800mm なんですよ、これ。ある意味ね、ある意味というか、あ、そっか、わかった。自分の中で解釈していますね。そういうことか。バックステップではないんですけど、忍者400より少しね、バックステップなんですよ。むちゃくちゃ前傾かって言われたらそうじゃないんですけど、少し前傾になっているということで、あの、真下にね、あの、足を下ろしても、しっかりね、素直につくことができるっていうのが、おぉ、クイックシックシフターも、喋れてないけど。緑のコラボですね。いや、でよ、今回、このね、少しバックステップになっているので、足を素直に真下に下ろすことができるということで、引っかかりがないんですよね、このステップに対して。だから足つきがよく感じる。ただ、少し忍者400よりはシート高は高いと。でも、そういったものは感じさせないものがありますね。あとは、このセパハンのハンドルポジション、忍者400に比べたら若干したね。これが長時間走ることによって、どういった辛さに変わるのかっていうところはあるんですけど、いい音じゃないか。ああ、これはそうかも。この4発の音をさ、むちゃくちゃ楽しみたい人はマジでいいかもこれ。ああ、
これね、なんだこれ、全然ヒラヒラしない。忍者400に比べてはるかに車両が倒せれない。まっすぐに行く力が強いのかわかんないですけど、もしかしたらこれ峠向きじゃないかも。峠が向いてない可能性もありますね。今のところですよ、このヒラヒラこう倒す感じ、この感じは忍者400かなの方が倒しやすいな。あと忍者400に嫌な理由というか、こうダメな理由っていう中で、手のね振動があるんですよ。30分以上ないし1時間ぐらい乗ると手が痺れてくるんですけど、今日ちょっとねそこもね検証してみたいと思います。手痺れたら嫌でしょう。でもこんな感じか。ちなみにスポーツモードで走ってます。スポーツモード、ロードモード、レインモードというものがあるんですけど、トラコンの効きとかアクセルの感度が変わってくると。あ、ベンズはもっぱらスポーツですよ。感じまくって。いやーでもね、9月入っていますけど、まだね、全然残暑。残暑ですよ。まあまあ排熱暑いなと。正直にこうレビューしていきますからね。思ったより伸びがない。今6速で、まあ確かに回転数を上げないと、おそらくね6000回転以上上げるとかなり伸びが入るのかなっていうところ。そうか、使うところが低回転すぎるのか。弁蔵さん気づきましたね。あ、ここか。 OK 分かった。5000ないし6000回転ぐらいでずっと引っ張っていくじゃないと伸びがないかな。暑いな今日暑いぞこれ。30度超えてますからね。ブレーキの効きも悪くない。あとさ、重さなんですけど。あーでもいいね。はい。やっぱり4発って加速してる感がむちゃくちゃあるんですよね。あの音で。メメメメって言って。音で加速してる感があるんで、やっぱり乗ってる感があって楽しさはあるね。ミラー設定してなさすぎて何も見えない。あとは、乗りやすいかな。むちゃくちゃ乗りやすい。乗りにくいとかそういったことは全くございません。これはさ、だからさ、初心者でもいけるんじゃないかな。低中トルクも、そないね、悪くないんですよ。だから、街中を走る分にも大丈夫かな。クイックシフターがあるんです。あるんです。でもね、普段ね、使い慣れてないから、クラッチ操作しちゃうんですけど、基本2500回転以上であれば、ギアを上げていくことが可能だと。下げるときは、ゼロスロットルにすれば、下がると。それがクイックシフターですよ。だから、思ったより、その爆発感はないですね。こう伸びていく感は。なんかもっと、こう、後ろにのけぞるぐらいまで加速するのかなと思ったら、そうではないと。全然いけるね。いいですね。結局委員会。いや、いいですね。いや本当にさ、この ZX4RR 2023年に出たんだっけ。出てから本当に乗りたかったんですよ。本当に会いたかった。そしてやっと乗れているこの感動な対面、最高ですよ。でちなみにさ、 ZX4RR なんですけど、あれってなんだ、あれですよ。 ZX4RR 77馬力あるんですよ。忍者400が47馬力だったかな。30ぐらい違うんですけど、牛じゃない馬30頭違うんですけど、で、このラムエアシステムってあるんですけど、前にね、これね、エアがクッて入るところ。で、ラムエア川辻は、なんと80馬力まで行くという化け物の子なんですよ。400cc にして最大80馬力。なかなかのものですよ。これただね、その大型免許を所有している人だと、やはり 6R に行ってしまうんじゃないかなっていうところは、あります。ただこれ中型免許、オンリーの人には朗報で、ものすごくいいね。このね、4発 400cc、ぜひとも攻めさせていただきたいという方はですね、マジでいいバイクだと思う。でさ、値段もさ、115万だったかな。中型にしては高いんだろうけど、これだけの機能が揃ったものであればですね、まあそんなに高い買い物ではないんじゃないかなって思うわけです。あ、やっぱそうだ。6000回転だと一気に馬力が出る。排熱あるなぁ、これ。忍者400より全然排熱あるぞ、これ。排熱あります。まあ、大型に比べたら、もうヘでもないんですけど。排熱はありますね。ファミリーマートコラボ。海だー、海だー。あ、早いか。全然早い。忍者400より全然早いです。6000回転ね。全然早いです。どうもすいませんでした。そのどこまで速さを求めるかっていうところもあるんですよね。だって忍者400もだって速いもん、全然。ちょっとモード変えてみますか。今ロードです、ロード。あー、ゆっくり上がっていくか、こっちの方が。じゃあレインは、おー、そういうことね、そういうことね。はい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 。でもスポーツでいいかな。今ね30分ぐらいね
乗っているんですけど、ちょっと手が痺れてきました。これさ、CBR250RR の方が多分手痺れないかな。はい、出ました。川崎 ZX4RR になります。さあ、外観撮影からいきましょう。さて、一度ですね、こちらの足つきを確認していきましょう。知っといた方がいいですからね。まあ、こんな感じ、800mm。かかとはつかない程度かな。まあでも全然いけますね。で、ちょっと、後ろへ行くこともできるし、前へ行くこともできると。ライディングポジションになるんですけど、まあ、こんな感じかな。忍者400よりステップは少し後ろになってます。タンデムすると、こんな感じ。ほぼ、使わないかなというところとですね、今日ね、これ見て。これ、ファミリーマート。コラボですよ。ファミリーマートコラボで行かさせていただきました。こんな感じよ。これね、チートはね、柔らかいんですよ。はい。硬くない。まあ、ここは、硬くはないけど、いや、ちょっとしんどいかな。あ、で、タンデムステップがあって、ここに2掛けフックがあると。で、後ろにも2掛けフック。反対も一緒。2掛けフック。2掛けフック。タンデムステップ。マフラーがね、すごく長いですね。あとさ、このファミリーマートモデルのさ、ホイールもう緑なのよ、これ。鮮やかで。で、ちなみにこれ、4気筒のね、液パイになります。いや、いいですね。で、ダブルディスク。ZX25R とか400、250とかね、はシングルなんですけど、ダブルでいってます。説明していなかったんですけど、まあ、ガソリンメーターとインジゲーターとタコメーター、スピードメーター、そして、温度、オドメーターとかね、距離メーターとかね、であとバッテリーの電圧とか時間があります。平均燃費。燃費いいじゃん、アベレージ 26.1。燃費いいね。いやね、外観、音、どうでした?皆さん。やっぱね、このファミリーマートモデル、むちゃくちゃいいんすよね。一応ね、これ40周年アニバーサリーの、レースモデルの、こうね、カラーになっているんですけど、ファミリーマートとのね、カラーとね、イメージカラーと、合致してですね、もうコラボまでしちゃってるぐらい、もう認めちゃってるんですよね、ファミリーマートって。このコーナリングの倒しやすさは確実に忍者400の方がやりやすい。ただ安定性、そして音強さを求めるのであれば完全に 4R になりますね。軍配が上がります。あとこの音ね、おお、全然早いわ。ごめんなさい、本当に冒頭ね、忍者400と同じぐらいじゃないかっていう話はしたんですけど、嘘でした。むちゃくちゃ早いっすわ。反省してください。うん、まあ、まとめると、この忍者400と比べるっていうこともしましたけど、この ZX4RR、これが欲しいのであれば、ぜひ購入するべきだと思いますね。400cc クラスで、こんな4気筒で、もうね、現行であるのは、これだけですから。それだけでもね、もうね、唯一無二の存在になれるというか、そういったバイクになっております。もしね、乗る機会があるんだったら、皆さん一回試乗した方がいいと思います。それはするべきかな。ということで、いかがでしたでしょうか?久々のベンゾーのインプレ。これからも皆様、チャンネル登録と、そしていいねして、次回の動画をお待ちください。それではありがとうございました。ベンゾーでした。じゃあね!あ、そうなんですか。バーベキューやってる。あ、それもいいんですか。なんか結構広くて、はいはい、広々してて、もうビーチみたいになってますか。ぜひ次回水着で。そうします。マジですか。そう、いつも泳いでコーヒースタンドでコーヒー買って帰るっていうのがもう今から行きます。あ、ぜひぜひ。私らも今向かうんですけど。あ、そうなんですか。超おすすめです。あ、じゃあちょっと行ってみます。はい、ぜひぜひ。いいこと教えてもらっちゃった。え、あれってファミリーマートです。あ、そうです。え、当たったんですか。当たったんです。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、行ってまいりました。むちゃくちゃ美味しいコーヒーをいただきましたよ。もう、美味しさも、なんて言うんですかね、紹介していただいたビーチで出会った奥様。奥様ですね。奥様と娘様になるのかどうかわからないですけども、近くにいいスタンドコーヒーがあるよということで、美味しいコーヒーを舌鼓させていただきました。いや、もう最高の気分でね、ちょっとね、心がね、落ち着きましたよ。いい感じ。いいコーヒーショップにも恵まれ、いい人にも恵まれということで、今回の旅はこれで終わらさせていただきます。皆様また、こういったね、ご縁もあるということで、バイクに乗りたくなったんではないでしょうか。ぜひこれからも皆様ベンゾー応援プラスアルファバイクに興味を持っていただいて、バイクの免許を取っていただいて、バイクに乗っていろいろなところへ出かけ、いろいろな人と出会い楽しみましょう。それでは本当に今日はありがとうございました。ベンゾーでした。じゃあね。